はい、では倉之助のクラブ紹介をしていきたいと思います。はい、ね、はい、じゃあ下からまずはパター、どうぞ。スコッティ・キャメロンのこんな感じのワイドね、はい、ピンタイプのちょっと広い目のやつを何インチ？34インチです。です。ウェッジが58度、54度、50度。これこだわりが？この間まで58と52度でやってたんですけど、やっぱ58と52度だと飛距離の差がちょっと結構あったんで、54度挟んで50度にして、やっぱそうしたらちょっと飛距離の間が消えていい感じになったんで、そうしました。で、アイアンがピッチングから5番アイアン、4番アイアンまで。はい。おー。で、P987654。1本多いよね、これね。このセッティング1本多いよね、やっぱり。まあまあまあ、今日は練習だったってこと。はい。まずこれが3番ユーティリティ。プロギアの RS の3番ユーティリティ。シャフトは、スピーダーのエボリューション5。フェアウェイウッド。50g の S。いい、結構ハードスペックだよね。はい。でこれで何ヤードぐらいですか？225度。ユーティリティの3番で225ヤードっすよ。これがユーティリティ、いや4番前そのか、はい、ユーティリティの4番、まあ、これを抜くか4番ヤーを抜くかみたいな、そういう感じだ。でこれが何ヤードぐらい？220。シャフトも同じエボリューション。これはスプーンか、はい、3番ウッドでございます。プロギア RS の3番ウッド、シャフトが BB の 5S。 何枚ウッドは軽いのね。 6S ぐらい使ってるのかなと思った。これでじゃあ何ヤードぐらい？これでなんかウッドがあんま飛ばないけど真ん中で240。言ってみたいっすね。あんま飛ばないけど曲がんなくて245。今日もぶっ飛ばしてましたね、このドライバーで。何を使ってんのか、ヘッドは。じゃじゃん、出ました、プロギア RS F のタイプですね。シャフトが天性、オレンジ天性の 6R。 随分柔らかいシャフトで、またこれなんで、なんか硬いのだとなんか自分の思ってる球が出ないので、 R の方が自分の思ってる球が出やすい。そうした、これで平均飛距離が今の時期だと270。今の時期で270。中学校2年生ですよ。じゃあ夏場だったら280。末恐ろしいですね、この中学生。これがやっぱ世界ジュニアを制した男のクラブセッティングだと、今年の日本、去年の日本ジュニア2位だった男のクラブセッティングだと、そういうことでございますか。はい、いやもう参りました、勘弁してください。あ、親父がでしょ。60打った方がいいかな。来ましたよ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。超上げてる。すみません。全然平気。いい。やばい。いや、これは超えてるよ。ほら。こういう時に感じてちょっと弱いですね。ちょちょちょ。バンカーじゃない時いいよ。なあ。誰かバンカー入れてるしな。あ、ちょっとワンポイントないです。お願いします。いたしません。本当お願いします。いやもうそういう日じゃない今日は。俺が勝ってたらしてたけどね。お前のせいで負けてんだろっつって。うまい、うまい。ゴーン言ってるやん。ナイスアウト。そのままいいです。まあ合わせ気味でいいよ。
よ、深く読みすぎじゃね。どうした急に。そういう時もあるんですよ。急になんだよ。ちょっとスライスかもしれないです。ナイス。おー、ナイス。マジ？マジ？ナイスパー。はい、安定やって、安定やって、ここはナイスパー。あと3つか、俺残ってます。2個の、2個戻してやるよ、ここで。マジで俺がマジで2個戻してる。どっちにしますか？もう一回戻してる。でも、ギリギリ三角を打つぐらいの。ああ、じゃあもう200。ちょっとね、分かったんです僕。さっきまであの、老け玉がどうして出るのか。フェースが開いて当たりすぎてるんです。ちょっと球を潰してるわけじゃないけど、フェースの使い方をちょっと変えて、低いドローを打つイメージ。ナイスショー。当たった。当たった。クイチ。負けてたら本当にショックだな。カメラあるあるじゃん。いつも通りのゴルフしてますから。余裕。さすが。俺もいつも通りのゴルフします。違うか。ちょっと違うか。まあそういう時もあるか。仕方ないです。157 8番もらってもいいですか？また右からあ、もらってくる感じですか？左。右から全部狙ってんだよね。風変わったな。右狙ってたつもりです。ちょっとフォローに P で、P っていうことなんでピッチングできます。ちょっと内側ぐらいで、ここの辺とか、うんうん、なんで入るんだよ、この野郎。おかしいだろ、この野郎。入ったあれが入ったからどうした。見とけよ、お前。ん？目つぶろうか。いいっすよ。やめとくわ。したよ。本当に緊張しました今。本当に緊張しました今のバット。僕だってもうバーディー確定みたいなもんだったじゃないですか。まあ、だけどあえて倉之助が入れてくれることによって
やっぱ僕の集中力をもっと高めないと、まあ、外すことはできない、まあ、そういう状況に置いてもらえたことに僕は感謝します。ありがとう。大人だな。大人だな、コメントが。大人だな。仕上がってるな。仕上がってますね、さすがっす。クラップ、これ何が入ってるの？これですか？飲み物。食べ物と飲み物。飲み物。そうなんですよ。ゼリーを。これは自分のリクエスト。いや、気づいたら入ってます。気づいて入ってる。いいカバンだね。うん。気づいたらお金が払われて入ってます。ああ、いい。オッケー、全然オッケー。でも全然オッケー。もう南に来るやつあそこがベスト。ナイス。ありがとう。ちょっとまっすぐ打たれるとね、余計シビアになるんだよね。分かるその気持ち。さっきの俺のバーディーパットと同じ状況やな、言ったら。クラ君、これはどこ狙って打ってもらえますか？真ん中ですね。真ん中、はい、やばいやばい、うっそー、全然大丈夫。悪いですよね。何？あ、何もない。オッケーです。ナイス、ナイス。よく二人でゴルフ行くんですけど、あとタイとかだとゴルフ行くんですけど、いい感じのバーディーパット入れるのが僕で、いい感じのバーディーパット外すのがアユなんですよ。それで、ここって時にまっすぐ行くのが俺で、ここって時に曲がるのがアユなんですよ。全部ダメ。勝負強いのが僕で、勝負弱いのがアユなんですよ。ダメじゃん。そうだよ。でも今年もう2回ぐらい勝ってるから。あんまり失敗を。いや、何ですか。パイセン165っす。うん。風ちょい上げやね。4か。ライいいし、4か。4でいいかな。はい、まあ、弱めでいいよ。寄せてもらえて。うまい。して。ちょっと。ほんのちょっと。どんなことを練習場でやってるの？練習場で今はやめたんですけど、前まではあのボールが股に挟む用のボールあって、股にボール挟んでそれ普通に振るだけなんですけど、落ちないようにして、そういう練習とか、あとはなんか考えながら打ってこれいいのかなと思いながら試してみたりとか、多少もないことばっかりあれ、秋ぐらいから始めたんですけど、なんか漫画読んでて、何の漫画？なんだっけな。トンボ？トンボも読んでます。トンボは結構使ってます。ね、明日天気になるとか、あれ読んでて、その時ベロ噛んだ方がいいみたいなシーンがあったから、それ真似したら曲がんなかったんで、ずっとやってました。今の時期やると寒いんで、ちょっと右出やすくなって、ベロ噛むと力入らないんで、力みづらいんで。左に行かないんですよ。だから夏場とかそういうのやると僕は曲がんないです。え？はい、俺の勝ち。
あ、今やばいよ、めっちゃ舐めてるよ。もうグリーン乗んないと思ったっぽい。やばい、今日2回もやってんだけど。いいね、そっち。すぎちゃん。こっちはもう精神の安定のさせ方がね、波じゃないから。人波じゃないから。もうアロマぐらいの勢いあるんだよ。な、はい、癒されてるよな。はい。はい、頑張ります。2つ半ぐらい。2つ半とか、あ、そうなの、2つ、あ、立ち合わせれば、入る、おー、ナイス。あの勢いで行ったらまた3パット構成で、ありがとう。向こうのチームさ、1個半マジで運があり、ちょうど、ありがとう。で、大丈夫、焦らず行こう。俺らのゴールをすれば絶対勝てる。あ、もう残り3ホールしかないですね。